前の夏の花火大会の始まりです。何から言えばいいんでしたっけ。え俺何の話すればいいんでしたっけ。お前やべえ。俺喋ること考えずに勢いだけできちゃいました。完全に心折れてんじゃねえか。マサさんとリョウ。おお、リョウ連れてきた。ああとりあえずお前謝れよ。いや何ですか。だってこいつ怒ってるよ。いやでも俺カオルにお誕生日会やるってちゃんと伝えたんすよ。いやでもお前もういいっす。考えるのやめました。はぁ。カオル、お前太陽のお誕生日祝いに来たんだよな。え、そうだろ。今から太陽呼んできていいか。お前バカ。どうなんだよカオル。俺が太陽祝いに来るわけないだろ。え、だからなんで俺があいつのこと祝うんだよ。恨んでるやつ祝うわけないだろ。いやそうじゃないでしょ。ちょっとお前俺の友達だろ。は、だから絶対嘘つくんじゃねえぞ。絶対嘘つかずに答えろよ。なんだよ。お前の目事故で見えなくなったのか。は？リョウ、俺調べたんすよ。結構すげえ調べたんすよ。目のことカオルの目が事故のせいで徐々に見えなくなってるって太陽に聞いてから何とかしたくて病院のお医者さんにも聞いたんすけど、事故ってから徐々に見えなくなることって聞いたことがないって言われたんすよ。視力が落ちるなら事故った時じゃないかって言われたんす。ただ分かんないっす。調べただけっすから。え、どういうことだよ。お医者さんはカオルの目は病気なんじゃないかって言ってたんだけど。え、どうかな。は、病気？病気なの？分かんないっす。カオルの目が未だに見えなくなってるってマサさんが言ってたんで、やっぱりどうなのかなって思ったんだけど。そうだよ。え？よく調べたな。お前すげえな。じゃあカオル、太陽の接触事故はお前の目には関係ないの？太陽。顔見つけたらいいよ。なんで隠してたんだよ。渡すために2人のこと探してたんだけどさ、下手に首突っ込んでんじゃねえよ。